ドジャースが1日、日本時間2日、ロサンゼルスで優勝パレードを行った。大谷翔平選手はマミコ夫人、愛犬デコピンと共に参加。ファンからは大谷に向け、MVP などの歓声に続き、デコイ。デコイ、デコイ、の大歓声も沸き起こり、バスの上で大谷が赤ちゃんをあやすように、満面の笑顔でデコピンを抱っこしてゆらゆらする場面もあった。 写真、デコピンと二所の大谷よく見るとリードを持っているのは www。パレード出発前の待機中、選手や関係者の子供がデコピンをなでなで。リードを持っていた大谷も笑顔で、その後ろの方にはマミコさんが柔らかな笑顔で見守っていた。隣には、今年3月の韓国シリーズで、ドジャース奥様会、ドジャーワイブズ。 の写真撮影時も笑いながら話をしていたナック投手の婚約者、アニサさん。話が盛り上がっているようで、アニサさんは身振り手振り。マミコさんも笑顔で話す姿が、奥様会の集合写真でマミコさんの隣に立つことも多いアニサさん。ドジャースが地区優勝を決めた26日、日本時間27日の試合後、グラウンドでもマミコさんとハグを交わし、 仲良くツーショットを撮影。マミコさんが大谷にスマホを渡し、撮影した大谷がこれでいい。と画面を見せ、確認してもらう微笑ましい場面もあった。